はい、それでは今日も社会の授業をやっていきたいと思います。はい、今日は地理をやっていきたいと思います。教科書は26、27ページになります。はい、今日は、イルクーツクという場所について見ていきたいと思います。まずは、ウォンズを見ていきたいと思います。資料3番見てください。イルクーツク、場所は、ロシアの、バイカル湖の、近くの町になります。はい、例題の、ウォンズは、ポイントは1つです。何かっていうと、夏の気温が20度ぐらい、そして冬の気温がマイナス20度ぐらい、つまり寒暖差がでかいっていうのが まず1つのポイントになります。夏は暑くて冬は寒いので平均気温は、0度ぐらいになります。イルクーツクでいうと 0.9 度になります。降水量も、400mm で少ないんですが、降水量で判断しない方がいいです。とにかく寒暖差で、見て例題というふうに判断してください。それでは今回、例題、イルクーツクについて見ていきたいと思います。はい、さっきも言ったようにとにかく冬は寒くて夏は普通に暑い、寒暖差がでかいです。寒いところはむしろ寒帯よりも寒い場所があります。オイレコンってところかな。世界最低気温、南極除いてですが世界最低気温のマイナス 67.8 度を記録しました。これどれぐらい寒いのかっていうと、凍った熱湯をバーって上に上げると一瞬で蒸発して一瞬で凍るというぐらい寒いです。星いっぱい、他にも、星のささやきって言って、吐いた息っていうのは水蒸気が含まれているんですね。それが一瞬で固まるので、喋りながら吐いた息が耳元で凍ってパキ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 っていう音が聞こえる、天使のささやき、ごめんなさい、星のささやきですね、星のささやきっていうのが聞こえるぐらいの気温になっています。はい、大体ドライアイスが、マイナス50度ぐらいらしいので、ドライアイスと同じぐらいの、寒さになっていきます。はい、植物が、夏は暑いので植物が育ちます。なので農業は丸です。はい、それによって、この、イルクーツクあたりというか、まあ、ロシアのあたりというのは非常に、森林が広がっているんですね。特に広葉樹林帯と針葉樹が、広がっています。広葉樹と針葉樹何が違うのかというと、広葉樹は丸い葉っぱになります。桜とか、ケヤキとかそういうような葉っぱになります。そして、木は横にブワッともわっとでかい、木になっています。はい、それに対して針葉樹っていうのは、針の葉っぱの木なので、とにかく尖った木とかですね、松とか杉とかそういうものが針葉樹になっています。この2種類の、木が、森林が広がっている地域がこの例題になります。で、この例題の中で一番大事な言葉っていうのはタイガです。めっちゃですんで安いです。寒帯でいうイヌイットぐらい大事です。はい、それはタイガです。この地域っていうのは、針葉樹のことを、タイガというふうに、針葉樹じゃなくて針葉樹林帯ですね、針葉樹がいっぱい広がっている状態の森をタイガというふうに言うので、覚えておいてください。それでは例題の人々の暮らしについて見ていきたいと思います。これも、寒帯と同様に、ここからこっちに関してあんまりテストに出ないので、テスト勉強だよっていう人は、右側、左側のところだけ覚えておいて、ここから先は、聞かないように、無駄な知識は入れないようにしてください。興味のある人は例題の人々の暮らしを見ていきたいと思います。はい、例題は、人々の暮らし、イルクーツクでの人々の暮らしですね。主食はライ麦パンとジャガイモです。ライ麦っていうのは小麦の一種ですね。それが寒さに強いのでライ麦を育てて、パンにしています。そしてジャガイモも寒さに強いので育てることができます。住居は太い丸太に二重窓、窓を二重にすることで、寒さを防いでいます。寒い地域とか行ったりするとコンビニとかが、入り口が二重になってたりしますよね。あれも、寒いところから、寒さを入れないようにということになっています。この地域も、冬は非常に寒いので二重窓になっています。都市部は、高床アパートっていうふうになっています。教科書の右側のページの、右上に資料がありますよね。下が空洞のアパートになっています。じゃあこの高層アパートでなんでそうなのかっていうと、一つ目は下から来る寒さを防ぐっていうことと、二つ目は、教科書37ページの右下見てください。だから家がぐねってなってますよね。最近、永久凍土っていうのが少なくなってきているんですね。永久凍土って何かっていうと、ずっ と、氷、冬も寒くて夏もそんなに気温が上がらないのでずっと氷っていう場所があったんですが、最近温暖化とか気温が高くなっていることで家がその永久凍土の上にあった場合に氷が溶けて家がぐにゃってなっちゃうんですね。それも2つ目の理由であります。
永久凍土と寒さを防ぐっていうのが理由があって、高層アパートがこの辺りには多いです。はい、そして休日はダーチャになります。これも右の資料にありますよね。庭付きのまあちょっとした家ですね。休日はそっちに行って、家庭菜園をしたりとかゆっくり過ごす、まあ、別荘みたいなもんですね、で過ごしています。はい、そして寒さを生かした遊びということで、この辺りはこの寒いっていう特徴を生かしていろんな遊びができます。アイスホッケーとかサウナ、まあ、サウナっていうのはロシア人の人、このイルクーツの人すごい好きなんですが、氷に穴を開けて水風呂にして、その近くに、まあ、移動式のサウナを持って行って、サウナでとにかく熱くなったらすぐにドーンって凍った湖に飛び込むということになっています。だからすごいロシア人は、サウナが大好きだそうです。はい、そして、凍ったバイカル湖で釣り、このバイカル湖っていうのは、世界遺産になります。まあ、冬に凍った景色が非常に綺麗ですね。ちょっと写真は出せないんですけど、皆さんネットで検索してみてください。めちゃくちゃ綺麗ですよ。はい、というように、寒さを生かした遊びもしていますよという話になります。はい、冷帯ですが、寒帯と違ってずっと寒いんじゃなくて、めっちゃ寒いけどめっちゃ暑い、暑い、めっちゃ暑くないけど暖かいかな、寒暖差が激しいっていうことを覚えておいてください。一番大事なのはこの針葉樹林帯タイガになります。